フォートナイトって今、めちゃめちゃいろんなエモートがあったと思うんやけど、実はね、今シーズン最も使われてるエモートっていうのが、なんとね、公開されてたから、それを紹介しようかなって思います。それがこんな感じ。1位がアイコンエモート、2位が友達の笑い、3位がクラウンのやつで、ブーガで、あと忘れたわ。らしいね。ちなみに全期間にすると、やっぱりね、友達の笑いが一番強いらしいね。だから今回は、シーズン3バージョンの一番人気なエモートから、5番目に人気なエモートがあって思うんやけど、どれか一つを踊ってるプレイヤーに会いたい。まあ多分時間帯的にアジアはボットしかいない。海外サーバーで言ったら多分もうワンサかワンサか。ほら来いよ。誰？来た、ほら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 、やっぱおるやっぱおる。しかもここに来て3番目まで来たよ。多くね、やっぱり人気なんやな。これ止まらぬ笑いとかどう？これとかどう？これどう？おい、どう？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 うん、さっきパーティーロイヤル。というのは、来た！ほら！よし、俺も。来た来た来た、ほら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 、感染してる感染してる。お前の負け犬にビビんなって。アジアサーバーは結局どうなのか分かんないけど、やっぱり止まらぬ笑いをね、みんな持ってて踊ったら一緒に踊ってくれるみたいな。けど実は今止まらぬ笑いっていうのが実はね、420日、まあ1年以上再販されてないらしいよね。だから持ってない方とかもいるかな。まあそんな感じで、実は今までの全期間合わせたら止まらぬ笑いが一番使われてるエモートで、そしてシーズン3では2番目に使われてるエモートらしい。